バリアンか。捜索を手伝ってもらえるかもしれない。この氷の荒野はよそ者を寄せつけ。文句教団の反逆者で。その一個の荒野。疲れたなら、ビターハースの村が歓迎してくれるはずだ。小さな村だが、体が温まるだけの日はある。もっと手応えが欲しいものだが。霊魂が消えつつある。なんという。死に平穏はない。悪魔に。よく戦ったな。このような私いつなんではね。武器を構えておけ。魔物が何かの方法で死者の領域から来るぞ。悪魔にありの差は分かってない。去れ不浄な獣め。山々を越え。私はストーンとお前の命。どちらも手に入るものか。何がいい。鍛冶屋の熱は最高だろう。
バルカス。では最後の力を振り絞ってここから出そう。一つだけ頼みがある。我を苦しみから救ってほしい。ポータル？ありがとう、戦士よ。この恩は忘れない。できるだけ早く族長と話がしたい。こっちだ。キエンターク族長、タッシはいるか？会わせるべき人がいる。タッシ、どうした？アリートさんにワールドストーンのかけらが戻った。なんと、ナベリア、タッシの元へ連れて行け。タッシはテントの近くにいる。急にすまないが、魂だけ？危機がなんだ。私はここから遠くないところに。君がいない話は町よりこれで寒さ。洞窟内は気をつけろ。凍傷の涙は七星石の一つ。うん、何が。コインをありがとう。つまらない。すればより強くなれる。なんて容赦のない霊気だ。ここからでも分かる。これが凍傷の涙の力か。
癒された。元素の力をお見せしよう。ここにいてはまずい。これで向かうところ敵なしだ。これぞ完璧な一撃だ。癒された。残念。その時ではない。崩落が広がっている。巻き込まれないよう気をつけねば。ようやく頼れる味方が現れた。
回復した。素晴らしい。感じる不自然な霊気だ。涙はあったか？信じられない。我が民、この霊気、聖なる石。このようなものを手にすることになるとはね。炎ですら失われた基地性。我々この北でもう一度族長と話をしてみる。
いいし